大正義物語56回目は4月18日から始まるヤクルト戦プレイしていきます。改めてこのヤクルトから金銭トレードでサンタナ、村上、山田哲人という順番で選手を強奪し補強に成功したジャイアンツ。ただそれだけの主力を奪ってるのにもかかわらず現在2位でうちとのゲーム差2ゲーム差、なんかいつまでも強いんですよね。選手は確か抜いてるはずなのに、もうさすがにこれ以上負けを積み重ねるわけにはいかないので、今季2カード目のこの対決当然のごとく勝ち越し、いや違うな、スイープ3連勝していきましょう。それが義務。ちなみにこの3試合全てチームのチャンスに注目していきます。守り合いじゃない、打ち合いを制する、それだけの打線が揃ってる、何の苦もない戦いにしたい。あら、いきなり坂本のホームランで村上出塁からのさらなる得点はなかった。TTに与えることもないよね、よかった、それもなかった。あで今山田ヒット打ってこのチャンスを迎えたね。古巣相手にも何の遠慮もない2人がいる。そりゃそうでしょ、もう関係ない。ジャイアンツのユニフォームを着てジャイアンツの選手として戦っている。なんでヤクルトに対して遠慮せなあかんねんちゅう話でしょ。たくさん苦しめられた分ね、たくさん相手にも苦しみを与えていかないとダメ。あこれは、まあいいです。いい、ええね。そんなことよりもまた来るであろうチャンス、すぐ来るよ。ほら来た。で岡本、その後山田哲人なんでね、古巣に対して一発打ちてえな、あの辺を使って。まあ別に誰で打つというこだわりはないけどな、とりあえず目先のヤクルトをぶっ潰す。今の俺の脳みそはそれしか考えてないから、とにかくこのヤクルトが憎いんです。たくさん苦しめられてきたんだ、だからお前たちにも同じ苦しみ、いやそれ以上の倍の苦しみをもうすでに与えてるような気がするんですけどね。これだけの選手を強奪して敵のユニフォームを着てる姿を見せつけてるっていうのが何よりも精神的にきついことじゃないかな。これ以上の苦しみなんてないような気がするんですけど、いや俺はもっと見せつけていきたい、試合でぶつけていきたいっていうのがあるんだね。オーケー、さらなる得点ゲットだぜ。おいえ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 、もう一人帰れるよな、足遅いですけどセーフで3点ゲットだぜ。でこの打線相手に取られるうちもいない、さすがにね、もうこれだけ抜いちゃったら機能してないですよ。打線として機能するわけがないですから、正常だよ、正しいことだよ。お前たちが打てないのも、これから先俺たちに勝てないのも、勝ってもらっちゃ困るんだよ。まあ、ヤクルトにはちょっとかわいそうではあるんだけど、いやもうそんな同情心いらへん。たくさん苦しめられた俺たちの方がかわいそうなんだよ。わかるだろ、ここまでお見せしてきただろ。このシリーズを見てくださってる視聴者であれば、たくさん苦しめられたところを発狂したところだってたくさんあったよ。苦しみをぶつけていけばいい。おい気をつけろお前、おい、なんだ、あまりにも選手取られまくって試合でもボコボコにされてるから、なんか壊してやろうみたいな発想になってないか。ちょっとヤクルトって結構そういう野蛮なとこありますからね。まああくまでも個人的な感想ですけどね、阪神に次いで柄が悪いかな。ファンにしても選手にしても首脳陣にしても、俺のね個人的な感想ですからね。いやでもそういう印象があるんでね、ちょっと怖いですよね。あとは8、9を抑えるだけなんで、できたね。でもランナー自体結構許してんな。あれだけ選手抜いてるのにもかかわらず、打線は機能してはないか。得点は取れてないもんな。もうチャンス自体は結構ヤクルト打線作ってたりするかな。そこから与えてないうちの投手がすごいのか、やっぱり主力が抜けたことによる影響で返すバッターがいないのか、どう解釈すべきなのかわからへんけど、もしも今日ピンチに注目してやってたら、ゼロではここまで来てないわな。多分失点許す機会っていうのはたくさんあったと思う。まあでもこのゲームに関してはチームのチャンスに注目してやっていこうと思ってるんで、まあこれから先ヤクルト戦に関してはそんな感じですね。わざわざピンチに注目しなくていいからね。楽に勝つ方法、それはこの打線を使って打って楽に勝つ、それですから、わざわざ苦しい方を選択する必要はないんですよね。苦しさを味わおうとしてるシリーズじゃないから、だから楽しいことだけ経験していきましょう。はい、4対0。まあ当然の結果といえば結果というか当たり前なんですけどね。むしろこの結果がこの試合終わりになかったらどないなっとんねんちゅう話でしたけど、さすがそういうことはなく、しっかりとした正常な結果がそこにありやしたとさ。今日のゲーム、打線は12安打を放ち、取った得点は4点と1つに対して少ないなという印象もありますけど、まあ勝ったんでいいんですけどね。村上はフォアボールとヒットでの出塁、山田も2安打、古巣相手ね、何の遠慮もなく打ってくれてるって感じなので。ほんで投手陣に関してもヒットはそんな浴びてないけど、やっぱりちょっとフォアボールとかそういう自滅が多かったかな。ピンチの機会はたくさんあったけど、まあそこから与えなかった。いいんですよ、勝ったからね。わざわざこうやって内容を見て反省点を述べる必要はないけど、ちょっと不安を感じる瞬間もあったっちゃあったんで、その不安が次結果として現れなければいいけどね。現れるわけがないと思ってますけどね。あるわけねえじゃんそんなこと。このタイミングで塩見が全治2日の打撲、今やたら打ってる選手主力ですよ。こいつを取るっていうのもいいですけど、さすがにいらんわそこはね。いやうちからしたらありがたいですね。これは怪我にもよって次のゲーム以降使えないので、よりボコボコにしやすい。今日は村上、山田ともに状態絶好調。これはやばい一日になるんじゃないかな。ヤクルトファン見に来ない方がいいと思うよ今日のゲームに関してはね。楽しさなんてそこにいなくて、非常に苦しい思いするだけだと思うんでね。先に言っとく、忠告しとく。ああ忠告通りにちょっとガラついてるね、球場が。1位と2位の対決なんで本来もっと埋まるはずなんですけど、外野スカスカ回やったわ。そらそうでしょ。こんなんやる前からわかるやん、結果が。正しい判断したと思いますよ。今日はヤクルトがうちにいじめられる。ほら、いきなり一郎が遠慮なく。はい、坂本2者連続村上。はい、松井1イニング3ホーマー。いや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 、十分にあり得ることであって、あり得たことがあっただけ。何の不思議でもないっていうね。で、ここで村上宗隆が今日はね、神宮花火大会になりますよ。花火大会といってもこっちが一方的に打つ花火大会ですけど。ヤクルトから上がる花火は一本もないんじゃないですかね。あってたまるか。さあ、打とう。なんだって打てるんだから、なんだって打てばいいじゃないか、こんなものは。三振、なんか優しさが見えたかな。さすがに初回からボコボコしちゃってるしな。優しい男なんだよな。ああ、相手にも花火が上がりましたね、ハムネット。力ある助っ人選手なんで打つことに驚きはない。で、2点目まで返されたが、まあ、こうやってすぐチャンスを作るわけなんで。まあ、やっぱりヤクルト打線、今も強さはある程度保ってる。塩見抜けて、山田いなくて、村上いなくて、サンタナ抜けて、なんでそんな強さ保ってんだっていう話ですけど。まあ、やっぱ不思議となんか、うちを相手にしたら打ってくるんで、でもうちはそれ以上に打てるから心配な点なんて、何もないっていうね。どうぞ、お前たちが打てば打つほど、うちの選手、村上とか山田とかね、うちの選手が打つんで、どうぞって感じですね。どうぞの精神でプレイできる。昨シーズンにはなかった感情やね。打たれたらやっぱキーってなってたや、腹立つわってなってたけど、今そうじゃないもんな。どうぞ打ってくださいませって感じ。ここちょっと追加点取っておきたい状況やな。1点差詰め寄られた流れもありますし、このまま終わっても何にも問題はないですよ。まあでもちょっと心のゆとり的にはね、ここで追加点を取ってたらよかったんだけど、ちょっと一発狙いすぎたかな。堅実な野球していかないとね、一発も欲しいっちゃ欲しいけども、あらー、同点に追いつかれたね。まあええけどな、何の問題もないからな。ここ。何の問題もないからええけどな。青木にホームラン許すか、今季第1号。で、うちの打線は、初回以降全く得点取れてないですけども、チャンスは来ないね。大丈夫？ああ、よかった。チャンスで山田哲人。さあ、一発打ちましょう。ここで打つためにこういう状況を作った。そういうことでしょう。ねえ。相手ピッチャーこれ誰になるんだろうな。背番号17っていうのは清水。うわ、状態悪いじゃないかよ。無理から使うなや。こんなんもう打ってくださいって言ってるやん。言っとるよね。口に出しとるよね。だから打つわ。来い。まあ、これも打ってもいいけど、まあ見逃すよね。ストライクが入らないぞ。入らなかったね。ビビっちゃったね。気持ちはわかるけど、勝負してほしかった。それも本音、嘘じゃないな。打つ選手が山田から丸に変わっただけですね。この打球は1点返して同点が追いついたけど、それやりたいがためにここまで苦戦した。もつれた。いや、違うんだけどな。まあいいや、打つ選手が変わっただけの話。誰で打とうか関係ないんで、うち勝ち方にこだわりはないよ。勝つことを重きを置いてる。でもここでは打ち損じて大城の足では内野安打になることもないし。絶対逆転持っていけたよね。でも持っていけなかったので、この後のイニング。何があると言うんでしょうかね。わかんないですけど、じっと見守りましょう。どうなのまあ逆転はなかったですけど。で、うちも9回に得点取ることはできず、西田のホームランでさよなら決着。また負けたよ。山田、村上、サンタナ奪って、塩見までいないのにこういう負け方する。もうどうしようもねえ。お前何代打西田にホームラン許してんだよ。バカじゃねえの。悔しいという感情もないね。もうとにかくバカじゃないのっていう感情しかない。打たれた鍵や。お前確実に今季クビにするわ。来年の物語があるのであればね。まあ、冒頭で言った通り花火大会になりましたよ。ただ相手も3本、こっちも3本と均等に打つ花火大会ね。ちなみに打たれた球に関してはインコースですね。西田右バッターなんでインローの低めのストレート。こんなとこ打てるバッターか。代打で出てきて少ない機会の中で。でも打っちゃうのはうちに対して不思議な力が働いている。チーム全体が巨人キラー。もうそういう解釈しかないでしょうね。ちなみに今の敗北によってシーズン5敗目を喫して、1月で負けられる回数のラインに乗っちゃいました。年間26回の敗北しか許されなくて、それを1月で換算したら大体4、5回なんですよ。それ以上負けちゃったらペース的に厳しくなるのにもかかわらず、まだ4月の戦いが残ってるのをすでに5敗目。この先6、7、8、9と積み重ねてみ、4月の終わりとともに世界記録無理ってなっちゃうよ。まあ、すでになっちゃってますけどね。全然ヤクルトに対して勝てるイメージっていうのがなくなっちゃいましたね。こんだけ揃えたの。相手から奪ったのね。でも負ける。運命や。そういう運命にあるんや、今シリーズはね。ごめん、モチベーションがゼロに低下しました。よりに乗ってヤクルト負けるんだからね。まあ、こうやって初回チャンス作りましたとさ、得点取りましたとさ、でも打たれんねん。結局そうなんねんな。どうしようもない事実なんで、これはね。だからもうあがくだけ無駄なような気がする。こんな形で取るんだったら取らなくてもいいし、どんな形であればね、ホームラン打とうが打たないがも関係ない。10点取ったら相手は15点取ってくるチームなんでね、うちに対して。抗うだけ無駄なんですよ、ヤクルト戦は。だからもうそういうことしたくないですね。ヤクルトに対してはもう全部負けてもいい。年間25回戦ありますから、1チームずつね。だからヤクルトに対して全部負けてもいいけど、その分全部他のチームに勝てば、世界記録記録って成し遂げられる計算なんですよね。来シーズンはそうしていこうかな。もうすでに来シーズンのこと見据えてますよ。繰り返しがもうすでにここまで負けてる時点でかなり苦しいですよ。何よりもヤクルトを相手にこれだけ負けてるという事実も苦しいわな。より苦しさを大きくさせているわな。あと助けてほしいです。ヤクルトをセリーグから排除するために動くか。金使えばそういうことできなくもないと思うんだよね。ヤクルトそのものを消すことをね。巨人の力を精一杯にフルに使っていくか。そう考えてますよ。今んとこね、選手を強奪するだけじゃなくて。ほら、こういうことなので、まあヤクルト戦に関してはもうどうでもいいですね。ぶっちゃけプレイする必要もないと思うわ。もうヤクルト戦これから全部スキップでいいんじゃないですか。だって負けゲームだと思っていいわけなんで、わざわざそんな負けゲームをね、やる必要もないですから。今日ハムネット2ホーマー、2打席連続のホームラン生まれました。点差も2点差と相手ここで来たが何の意味もないです。もう勝とうとは思わない。あがくだけ無理ならもうあがかない。それは当たり前でしょ。なんでお前負けると分かってるゲームで無駄なあがきをしないとダメなんだよ。これ普通の人だったらね、ヤクルト負けてるクソ、ここまでやって負けるのかならもっと力を入れてやっていこうって熱い気持ちを持たないとダメなんですけど、ごめん、俺はそういうモチベーションにはなれないから。そもそもここまで苦痛じゃないからね。ここまで取ることも苦痛じゃないし、この結果を生み出すことも苦痛じゃないんだから、そこで苦痛の感情なんて生まれてくるわけないよね。もう当然こんな冷めた目線でのプレーになるわな。もう負けでいい、負けでいいなんて言葉も当然生まれてきてしまう。それが何よりも苦痛だよ。さらなる失点を許して、はいよ、オスナにもホームラン打たれる、もう。どうしようもないんだね、ほんま。はいはいはい、またもうこれ。もうどれだけの選手とのが結局こうなって負けて、このカードも負け越しで終わってね。言うことないです。何もないです。負けました。ただそれだけです。いろいろと真理にたどり着きましたね、この動画で。ヤクルトにはもう今後一生勝つことがない。だから勝たなくていいということが分かったので、まあそれは収穫かなと思います。非常に情けのない敗北です。言葉はありません。お見せした結果の通りでもう今後ヤクルトには歯向かわず、別に勝とうとも思わず、試合はスキップでいいかなと思います。今日また鍵谷が打たれてる。まあお前はもうクビにすること確定やから散々打たれてくれよ。今季2カード目のヤクルト戦が終了し、改めて順位表を見ていくと、先ほどの敗北によって年間6敗目、すでにデッドラインは超えましたね。ここから先はもう負ければ負けるほど世界記録は遠のいていく。ほんでヤクルトとのゲーム差も1ゲーム差。今季多分優勝すらも危ういんじゃないかな。だってヤクルトはうちに対しても分がいいことはもちろん、他のチームに対してもいいですからね。広島カープには負け越しているが、それ以外には貯金を作っている。ということを考えたらヤクルトが優勝するべきでしょ。俺たち優勝する資格なんてないし、もう何も残ってないって感じっすよ、モチベーションは。まあでもまだ125試合の戦いが残ってるんで、それを消化していく、その模様をまた次回以降もお届けすることになりますね。というわけで今回の動画はこれにて終了し、次回4月21日から物語の日程進行を始め進めていきます。興味があるのであればまた次回見てね。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。